That's Samurai Ken's Channel. こんにちは、サムライケンです、今回はですね、男ならば一度は欲しいなと思ったことがあるドローンに関する動画です。この頃はですね、テレビでもね、あ、これドローンで撮影してるんじゃないかなっていう、そういう番組が多くなってきましたよね。まあそれだけ身近なものになってはきたんですが、私たち、まあお父さん、私お父さんというかおじいちゃんですが、普通に満足できる機能を持ったドローンを買うとなるとね、まだまだ値段が高い、なかなか買えません。でも、まあ、操縦する楽しさとか、あの空の上からね撮影した喜び、そういうのを考えると、まあ、いつかは買いたいよなとこう思う人も多いんじゃないでしょうか。そういう方はぜひこの動画をご覧ください。今回のドローンはですね、 DJI Mavic Spark という、まあ、高機能なドローンがありますけれども、今回はそれではなくて、その性能に匹敵する、まあ、ある部分ではそれよりも優れている点があるんですけれども、そんな高機能なドローンが実はコントローラーとゴーグルの3点セットで、まあ、定額の半額近いね、3万8000円ちょっとでAmazonで買えたんですね。でも残念ながらですね、いつもその値段で、Amazon で売ってるかというと、まあ、時々その値段のドローンが出てくるんですけども、そのドローンはこれです。フランスの会社のパロット社という会社が作っているビバップ2というドローンです。まあこれね、実際に飛ばしてみたんですが、なかなか操縦は楽しいですし、1080p のいい動画が撮れます。この値段でこんな綺麗なね、しかも安定した飛行ができるんであれば、まあ、今までねドローンどうしようかなと思ってる方は、ぜひ3万8000円の時を狙って買ってみてはどうでしょうか。きっと後悔はしないと思います。ビバップ2の開封と、スペック表と、それから初フライト、ご覧ください。はい、ということで開けるとこんな感じになりますね。どんなものが入ってるか簡単に説明すると、飛ばす上での注意書ですね。これはまあ保証書になるやつですかね。あとはこちらが説明書ですね、取扱説明書です。日本語があります。でこちらはクイックスタートガイドですね、これも日本語があります。まずこちら、これはドローンのコントローラーですね。このコントローラーを使うことによって、最高距離が 2km まで飛べます。高度は 130m までです。そしてこちらはゴーグルですね、まあ、飛行しているカメラの映像をここにこのスマホを使うことによって VR のようにして見るゴーグルです。非常に簡単な作りになってます。ここに挟んで、これでセットするという形ですね。まああまりこれを使うことはきっとないと思います。で次がいよいよ本体ですね、こちらになります。でバッテリーです。バッテリーは1個だけです。まあ1個だけなんで、予備のバッテリーも購入しておきました。これはあの正規の品物じゃありませんけど、このシールでこうつけるんだそうです。まあ、一応これは互換品です。そしてこちらはこのコントローラーに、スマホとかですね、タブレットをつけるときに使うマウント台ですね。プロペラが全部で2、4、5、8個入ってます。つまり4個で1組ですから2つ分入ってます。で次がこのバッテリー充電コードですね。こ
ちらはですね、これが充電用のコンセントなんですが、いろんな国によってそのコンセントが違いますんで、そのうちのこれですね、日本の場合ね、これをこうして使います。これはですね、このプロペラをここにつけるときに使う工具です。でこれはマイクロ USB ケーブルで、こちらはこのコントローラー用の充電ケーブルですね。以上が中に入っていたものです。はい、ではまず、このビバップ2を、組み立てたいと思います。まあ、組み立てるといってもですね、このプロペラをつけるだけですけども、一応このプロペラですね、こちらは分かると思うんですが、黄色と青に分かれてますが、黄色のところに黄色いテープがついているプロペラをつけると、こういうふうにですね、そして青いところにはこういうふうにつけると。これ間違えると飛びませんので気をつけてください。でただこれを外しますので、通常はそうするとわけわかんないですよね。黄色だったっけってね。そういう時はですね、まあ、これを外してみるとわかるんですが、黄色の方はここにですね、見えますかね、穴が開いてるんですね、真ん中に。青い方はこういうふうに穴が開いてませんね、真ん中に。でこちらの方を見ていただくと分かるんですが、出っ張ってないですね、ここね。こちらは真ん中にこう突起物があります。突起物のあるやつがこれですね。はい、こうつけたらこれで締めます。はい、では今度は突起物がない方ですね。はい、はい、これでプロペラは完了です。あとはここにバッテリーをつければいいですね。はい、パチンと通しましたね。これで完成です。なかなかいいですね。カバーを外すと、こちらがカメラになってます。180度撮れる、魚眼レンズだそうです。こちらにもカメラがありまして、これは、この真下にある物体を認識するカメラだそうです。コントローラーの方です。でこれを押し込むとこういうふうに回ります。画面になります。このタブレットをここにつける場合ですね、その場合はここを押して回してですね、はい、これで出来上がりですね。以上です。
じゃあ戻ってこさせますか。ホームボタンで戻ってくるかな。どこいるの今。来た。さあどこにちゃんと着陸するかな。ちょっとずれてるね。ランディング、これかな。もうちょっとこの辺かな。はい、ああ、成功。こうじゃん。で、投げますよ。おい。おわ。わ。痛い。やべ。今度早いね。さすが。切れたコネクトが。うっそ、なんでよ。あ、繋がった。あ、上がった。キープだったらいい。あ、こっちも動きしてる。自然に。一応、一回切れたから。あ、来た。あ、見える。あれ。あれ。自動機関モードはキャンセルできないの。キャンセルできるんじゃないのかな。どうだったの。繋がってるから。あ、ストップ、リターンホーム、これできた。よし、OK。 エンジン上流で、橋の手前で U ターンしようと思って。